にちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、動物病院さんの方で、うちの子は飛びつくのがあんまり良くないのでやめさせてくださいと言われました。でもやめられず、家の中で走り回ったり飛びついたりすることが多いです。どうしたらいいですか、ということでね、お答えしていきたいと思います。ワンちゃん特にソファーとかね、飛び乗っちゃったりすることって多いんじゃないかなと思っていて、あとはね、人に対して飛びついたりとかね、抱っこせがんだりとか、ワンちゃんたちもね、してほしいことがあるから、ちょいちょい要求する意味合いでね、そういったことって出てきちゃうんじゃないかなとは思うんですけども、ただね、関節の弱い犬種だったりとか、怪我したことがある子たちだと、まあ、病院でもね、させないようにねって言われることがありますので、どうしたらいいかなっていうことをね、お話ししていきたいと思います。まずですね、一番がソファーですね。これ、まあ、一番困るやつですよね。ソファーの上に乗る。で、ワンちゃんって結構高いところに乗るのが好きな子多くて、ドッグランとかに行ってもなんか椅子とかベンチの上に登ってる子いたりしますよね。なのでワンちゃんたちで高いところに乗るっていうのが好きな子たちが多いので、目の前にあるんだけども乗っちゃいけませんっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思いますので、できればワンちゃんが生活するところでされたくないのであれば、やっぱりソファーとかね、そういったものは、まあ本当だったらね、生活する空間から避けるか、もしくは撤去しちゃうのが一番いいとは思うんですけども、まあ、なかなかね、そこまで難しいっていう方は、ワンちゃんに乗られないようにね、例えば周りをね、何かで囲っておいて、近づけない、入れないようにしておく、もしくはスロープか何かをつけてあげて、飛び乗るんじゃなくって、そこを使って登るようにするっていうことですね。それに対してはトレーニングも必要で、そこを登ったら何か、例えばね、おやつやフードで誘導してあげて、登ったら何かあげる、降りたら何かあげるみたいなことを、繰り返し練習していって、そこを通るとその子にとっていいことがあるから、飛び乗った方が楽なのに、わざわざそこを通るっていう理由作りからね、しなきゃいけない部分はあるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、その辺で気をつけてやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。置いとけばね、勝手に使うものじゃないので、教えるところまでやってあげてください。2つ目ですね。2つ目はお散歩、もしくは運動をしっかりとるということですね。飛びついちゃう子たちの場合って、1番がエネルギーが有り余っている、運動不足の子たちが非常に多いんじゃないかなって思ってます。なので1番はお散歩の時間を伸ばしたりとか、回数を増やしてあげることによって解消できることが結構多いんじゃないかなと思っていて、熱量がね、高い子たちほどやっぱりね、家の中でもガッてね、一時的にやっぱりこうダッシュしたりとか、急に曲がったりすることによって、怪我をすることが多いんじゃないかなと思っていて、家の中で安静にしてほしいってなってくると、やっぱりね、外でっていうのが一番大事になってくるんですけど、でも外でもやっぱり走ったら同じことになるので、じゃあ何が一番いいのって言ったら、人のペースで歩くお散歩で、できればね、ダッシュとかさせなくてもいいので、気持ち長い時間歩いてあげたりすると、家の中でのね、飛びついたりとかダッシュしたりっていうのは減っていくんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。3つ目ですね。3つ目はいつもと声かけたり遊んであげたりとかするタイミングを逆にするっていうことですね。どういうことかっていうと、私たちって例えばワンちゃんが騒いでる時に、あ、もうそろそろ限界かなと思って出してあげるとか、すごい興奮してる時に遊んであげるとかやっちゃうんですけど、落ち着いてる時ほどね、遊んであげたりとか声かけてあげたりとかしていくっていうのが一番いいんじゃないかなって思っていて、私たちってついついね、ワンちゃんがお利口にして歩いてる時、お利口にしてお座りして待ってる時には、あ、いい子だねと思いながらね、言わないですよ、いい子だなって思ってるけど言わないで見てるだけって流しちゃうことが多いんですけど、飛びついた時だけここぞとばかりに、ダメダメ、いけないいけない、なんでそういうことするのって声かけたりするんですけども、ワンちゃんたちからすると、声かけられたりとかね、すればそういった行動って増えてっちゃうんじゃないかなと思いますので、できればね、ピョンって飛びついてきた時には黙ってね、飛びついてきたのを、はいはいって下ろすように、あ、心ではいはいって言ってくださいね、はいはいって下ろすようにして、あんまり構わないようにして、逆にお利口にしてる時にはね、おやつやフードをあげたりとか遊んであげたりとかね、あとは声かけてもらうのが好きな子だったら声かけてあげてもいいし、触ってもらうのが好きな子だったら触ってあげた方がいいし、抱っこする癖もねつけちゃったりすると、抱っこしてほしくて飛びつく子も結構多かったりするので、抱っこするっていうよりは床にいる時に、どちらかっていうと人がワンちゃんに合わせて触ってあげたりとかっていうのはね、してあげた方が飛びつくのは減っていくんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということでね、やめさせるって言ってもワンちゃんたちからするとなかなか難しいんじゃないかなと思っていて、
一番はやめさせるんじゃなくって、運動をしていって家の中で騒ぐ必要性がない、そこを減らしていく、興奮しないような生活を送れるようなリズムを作ってあげるっていうのと、プラス私たちは、どうしてもねワンちゃんが問題を起こした時だけ声かけたりすることが多いんですけども、いい子の時ほど声かけてあげるっていうようにしていかなきゃいけないんじゃないかなって思ってるのと、あとは一番は環境を整えていただくのが一番いいんじゃないかなと思いますので、繰り返し怪我するのもねワンちゃんにとってもね不幸ですし、飼い主さんにとってもねやっぱりいろんな意味でね費用面でも時間もかかるし、私たちにもね大変な部分って多くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねワンちゃんと平和に暮らすために気をつけて家の中整えてみてはいかがでしょうか。